日常、誰しもが当然のように使う電化製品。当たり前の話だけど、これらすべて電気がないと動かない。そのために必要なものがケーブル。ドライヤーのケーブル、携帯電話のケーブル。ではこのケーブルはってすげー長い。しかもすごい数。これこそが実物大ガンダムを動かすために必要な電気と信号を通すためのケーブル。その数なんと900本、最長なんと50メートル。そんな規格外のケーブルを全身に配線しないと動かない。そして皆さんの期待通り、現場ではまた事件が。この事件を解決するのがこの男、システムディレクター吉崎渡、またの名を名探偵渡。動くのかガンダム、夢への挑戦。第5話、ロボット名探偵渡る登場。ってロボットなのか人なのかややこしいわ。北九州市、事件現場となったのはケーブル配線テスト。この重要なテスト中に事件は起こった。ガンダムを動かすためには脳から手足に電気信号を送らねばならない。人間でいう神経の部分がケーブル。その配線がうまくいかないとガンダムの動きがえらいことに。これダメでしょ。お願いしますよって突っ込む必要もないくらいまずそうな状況。そこへ現れたのがシステムディレクター吉崎渡さん。彼のロボット人生は幼稚園の頃に F91 のガンプラを作った早すぎる目覚めから始まる。中学生で小型ロボットを試作し、ソフトを開発、高専でロボコンに熱中。そして今や世界で数多くの巨大ロボットが吉崎さんのプログラムで動いているというロボットの申し子、略してロボコ。しかも座右の銘は調べて実行する。おお、なんか名探偵っぽい。ねえねえ、今この現場でどんな事件が起きてるの？今エラーが4000くらい起きてるんですけど。つまりケーブルの配線が何らかの原因でうまくいっていないのだ。この事件解決しないとガンダムは。ダメダメダメ、ちょっと渡る、ロジカルになんとかしてよ。ロボット名探偵がいかにこの難事件を解決するか、その一部始終を目撃せよ。ステップ1、聞き込み。チームメンバーをスタッフルームに集めた名探偵渡る。はっきり教えていただきたいんで、ちょっとどの辺が怪しいと思ってるかなっていう、その場合によっては配線同士をつなげている以上もうダメだみたいな話もあると思うので、エラーの中で多かったのが 50m 接続でケーブルをずっと這わせたから、同通あるはずなのに、エラーが出てしまうということで。なるほど。よくわからないけど、状況を即座に理解した渡るは犯人を特定するための仮説にたどり着いた。まずシンプルに、1、通電、つまり電気自体は通っているのか。2、ケーブルを通る電気信号同士が干渉し合ってないか。3、ケーブルの中継箇所に問題はないか。そして仮説を持って現場へと向かう。ステップ2、現場検証。早速調査開始。まずは仮説1の検証、通電は問題ないか。全然問題ないね、大丈夫そうですね。電気自体は通っている、大丈夫だ。次に仮説2の検証、ケーブル同士の影響をチェック。現場をエラーが4000出た時と同じ状況にし、犯人の足取りを追うというわけだ。するとエラーの数は、あ、じゃあ全然いいな、めちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ。吉崎さん、エラーがあっという間に減りましたよ。参りましたね。あれ、その安定して4000が出る条件っていうのがわからないと本番出てくる可能性があるので。なるほど、数が問題ではないのか。エラーが起きる原因を突き止める必要があるんだね。ケーブル同士に原因がないとすると、残る仮説はケーブルの中継箇所。
突然、若干あれなんですけど、これで揺らしてみます。私わ、渡る？どうした？ステップ3、犯人特定。ケーブルの中継箇所が怪しいと見た渡る。あらゆる中継箇所を揺らす、揺らす。つまりあえてエラーを出すことで犯人をあぶり出そうという作戦らしい。接続を揺らして揺らして揺らして、おー、出た出た、それどころか出た、あ、出た、あ、出た、島に呼んで犯人は中継地点に潜伏していた。さすが、潜伏していた犯人とはノイズ。ケーブルの中継箇所に外的要因、つまり携帯電話が発する電波や空気中の静電気などが影響するとノイズが発生する。そのノイズが原因でエラーが起きてしまっていたのだ。しかも渡るはアルミホイルでノイズをシャットアウト。事件の再発も見事に防止した。結構いろんなことがありましたね。本当にあの予想していなかった部分を含めていろんな問題が出てきたんですけれども、ある意味そのためのテストということで今回洗い出したいろんな問題点必ず次に生かそうということで、この結果を受け中継箇所にシールドをする必要性があると分かった。ロボット名探偵渡るの発見はガンダムがちゃんと動くための大きな一歩となったのだ。去っていく名探偵が抱えるトートバッグには彼の大好きな言葉が。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだですねこれからもよろしくお願いしますよ、名探偵。次回、あのガンダムドックに潜入。本邦初公開めっちゃ高い